渓流ルアーファンの皆様、おはようございます。以前のね動画で、ラパラカウントダウン3ですねが好調だったんですけど、本当はね私この色使いたいんです。 SFC っていうチャートカラーですね。ただですね、今これ販売されていないんですね。で今日はちょっと工夫をしまして、こちらのルアーでいきたいと思います。このルアーはですね、ラパラカウントダウン3なんですけど、シルバーカラーに背中にチャートの蛍光シールを貼ってみました。これでですね、お気に入りの SFC カラーのように視認性がアップして、魚も釣れるしチェイスもよく見えて、釣りが楽しくなるんじゃないかなと思いまして、カスタムしてみました。はい、これで釣れるかどうか試してみましょう。はい、水温測ってみます。はい、水温は 16.2 度ですね。だいぶ上がってますね。うん、ちょっと厳しいかもな。だいぶ視認性はいいですね。見えます、見えます。あ、いいね、いいね。あとは釣れるかだな。あ、釣れたー、釣れたよ。はい、いきなり釣れた。やったー、釣れましたね。さあ、今日なんか水質が悪いですかね。なんかちょっと濁ってるっていうかね、感じがするんですよね。よし、おーです、釣ったー。さあ、はい、ありがとう。やったね。はい、ありがとう。いや、釣れるしチェイスが見えるから楽しい。お、イワナいますね。ただね、ここは無理、障害物多すぎでしょ。いや無理だね、これは無理ですよ。すいません、イワナちゃん。うわ、クマハギ。うわ、確かにこれ樹液が出てるんですね。この樹液をね、なんかクマさんがね食べるらしいんですね。まあ、飲むんだか分かんないけど。もうだいぶね水温も上がっちゃって、これから厳しい時期になるんですけど、経験上お盆過ぎちゃうとちょっとだいぶ厳しいですね。なので私の中ではお盆過ぎにどうやって魚を引き出すか、これが課題ですね。おいっとすー、おいおい、
今来たのにバレちゃったよ。はい、釣れた。また来たね。ありがとう。2回バイトしてきました。やった。さあ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 、ここは釣れるでしょう。おー、チー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 。お、リップが。大丈夫です。もう一個持ってきております。はい、じゃじゃーん、もう一個あります。安心してください。このね、結構リップが折れちゃうんですよね。弱いんでしょうね、強度がね。岩に当たって折れちゃったりするんで気をつけてください。ここ出ねえか。いると思うんだけどね。なんか上流に来たら魚影がケース。あ、なんだよ、釣れる、いるんじゃん。はい、釣れた。ありがとう。ちょっと深いところ、ラパラで。こういうところはね、ヘビーシンキングミノーとかがいいですよね。浅瀬が得意なんでね、ラパラでね、カウントダウン3はね。こういう深いところは結構向いてない。はい、釣れた。あー、抜けた。おーい、結構大きかったですね。んだよ。はい、釣れた。はい、はい、ありがとう。釣れましたね。ちょっと縦の小石みたいなのかましたら釣りましたよ。縦の小石とかも効くんですかね。いやー、このテープ貼るだけでね、視認性が格段に上がるんで楽しいな。一目でね、ルアーがどこに落ちたかとか、あとそのルアーの位置が分かるんで、イワナがチェイスしてきてるのかとか、いち早く確認することができるんですよね。テープがあんまり太すぎるとですね、ここに R があるんでちょっとテープが浮いちゃうんですけど、剥がれはしないんで大丈夫です。ちょっとね、テープを細めにつけるのがコツかなと思います。結構ね、防水性もあって剥がれないんで、このテープおすすめですよ。